ね、クザクラと石製です。他にも石製もクザクラも数はいたんですけどね、それぞれ先週の土日でほとんどいなくなって、この2羽が残ってます。うちにいればいるほどよく手乗りにはなるんですけどね。こんな高いところはね、ちょっとまだ怖いようですけど、もっとケージに入れたり出したりしてます。これ今からね、最後の刺しを食べさせるんですよ。もう両方とも、特に小桜ですね、これはもう皮付きを朝飲みなんかバリバリ食べてます。でも刺しもまだ大好きです。これちょっと標準より重いですね、小桜としては。これいつも一緒にいるもんだから結構相性はいいみたいですよ。